嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた、自分に驚いた。なんすか、写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくて、あなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問あ、ごめんな題だとさ思いい。ます。ね、マスコミの裏方やってます。非正規ですが、上司も同僚もいい人たちで仕事も楽しいのですが、ふと死にたくなることがあります。どうしたらいいでしょうか。睡眠不足です。ちゃんと寝てください。それなりに楽しい仕事なんで、気がついたら睡眠削って、バタバタやってるとなるんですけど、睡眠時間が削れてくると、人は突然おかしな考えを持ったりするんですよ。なので、ちゃんと睡眠時間を取るようにしてください。障害者福祉施設勤務7年目、29歳です。最近仕事中突然喋るのも嫌になり、何もかも投げ出したくなることがあります。その間も表面上は普通に振る舞ってます。これって普通？全然普通の場合もありますけど、何らかしらメンタル病んでる場合もあると思うので、睡眠時間がもし取れてないんだったらちゃんと寝た方がいいし、なんかそのストレスがあったりとか、なんかムカつくことがあるとか、ちょっと短気になってるとかがあるんだったら、一回カウンセリングとか行ってみるといいんじゃないかなと思います。僕は高校生2年生です。2ヶ月前ぐらいから気持ちの浮き沈みが激しくなり、ちょっとのことでもすぐイライラしてしまいます。夜中にベッドの中で泣いてしまうような時もあります。学校でもクラスで浮いていて、部活をやってるんですが、友達といる人がいません。学校も結構休むようになりました。かかりつけ医に相談しても軽く流されてしまいます。今度週末精神クリニックに行こうとしているのですが、親に言えません。クリニックに行ってもまた軽く流されるんじゃないか心配です。僕はどうすればいいですか。精神クリニックの方はちゃんと受け止めてくれると思うんですけど、多分ちゃんと寝れてないと思うので、睡眠時間に関してちょっとちゃんとそのクリニックの人に言ってみてください。で、睡眠時間足りないと睡眠薬とか出してもらえると思うので、睡眠時間が短いだけで、人ってその気持ちのコントロールができなくなったり、寝てないとなんかイラついたりっていうのがあったりするんですよね。なので、それ単純にその睡眠時間が足りないっていうのが原因だったりするので、なので、そこら辺の細かいその体調の状況だったり、睡眠時間だったりとか、あと食べてるものだったりとかっていうのも、クリニックに相談してみると、お薬ちゃんとしたものがもらえるんじゃないでしょうか。以前15時間労働を相談した証券商品開発員です。アドバイス通り12時間勤務にして、緊急性の低い業務を先送りしまくって8時間睡眠で仕事をしたら、はかどりすぎて驚いています。先送りにしていた業務について巻いた時間ができたことで、プログラムを組んで自動化できそうで、仕事が円滑に回り始めて感謝しています。おめでとうございます。私の家族と上司がとてつもなく喜んでいます。ぜひともお聞きしたいのですが、睡眠時間を踏まえて、ひろゆきさんの考える適切な1日の仕事時間はどのくらいですか。その睡眠時間の適正な時間が人によって違うんですよね。ショートスリーパーの人とかって、3、4時間でも全然大丈夫っていう人もいるんですけど、割と1日8時間でないと全然ダメっすっていう人がいるので、まずその自分の必要な睡眠時間っていうのを逆算して、で、それ以外全部仕事にぶっ込んでもいいと思いますよ。僕、その一人暮らしをしてて、すげえやりたいことがある時とか、割と起きてる間ずっとやってたりするんですよね。なんかすげえゲームに凝ってる時とかって、モンハン 2G とかやってた時代って、1日12時間以上ずっとプレイしてたと思うんですよね。飯食ったりとか風呂入る以外は、ずっとオンライン繋いでやってるみたいな。その頃なんか、会なんちゃらなんちゃらってオンラインで繋いでやるやつがあったと思うんですけど、っていうのがあるので、ちゃんと睡眠時間さえ取れてれば、別に好きなだけやればいいんじゃないかなと思います。平日の睡眠時間がだいたい4、5時、4時間、5時間半ぐらいなんですが、これは脳やメンタルに何か悪影響を及ぼしますか？それとちゃんと睡眠をとったときはどのくらいパフォーマンス高いものなんですか？ショートスリーパーの人であれば4時間、5時間でもいけると思うんですけど、ただ、忙しくて4時間、5時半ぐらいしかないという場合は、残念ながらめちゃめちゃ頭悪くなってます。まず記憶力が悪くなるのと、あとその脳の、メモリーの容量が減るんですよ。例えば、わかりやすい例でいくと、普通の人って、だいたいランダムな数字、7プラスマイナス2ぐらい覚えられるんですよ。全然関係ない電話番号とかっていうのを、じゃあなんか、8桁、9桁の番号言われても、すぐ暗記できるんですよ。で、口の中で言い出したりとかで、こうだよねって言い返してるんですけど、睡眠をちゃんととってない人って、そこの脳のメモリーが減るので、8桁、9桁の数字が覚えられなくなるんですよ。で、次に起こるのが、簡単な計算ができなくなります。
例えば 13×17 って言われた瞬間に、あの、頭の中で 13×17 って式書いて計算っていうのって、あの、ちゃんと時間かければ人はできるんですよ。要はその、10×17、130 で、で、10×17、170 だ。すいません、お酒飲んでるんで。10×17 で170を出して、あと 3×17 の54を足せば 5? 違うな、44か。え ?3 だから、3、違う、うん ?3×17 だから違うな。51か。だいぶ酔ってますね。で、51と170を足すから221って一応頭の中で出るじゃないですか。っていうぐらい計算できなくなるんですよ。はい。すいません。あの、お酒飲んでる時でかいんで、これダメな頭の悪い例の方を今、あの、演じたという体で。はい。すいません。はい。そうなんだよね。そういや、寝不足なんだよね、僕今日。忘れてたわ。はい。僕今日寝不足でしたわ。なので、あの、寝不足は良くないよっていうのを実演してみました。はい、すいません。寝たい時に寝る睡眠欲には逆らわないと言いましたが、いつからそう思い始めましたか？多分みんなそう思ってるんですよ。まあ、生まれた人って大体その、あの、赤ちゃんで生まれて子供になるんですけど、まあ、あの、僕の知り合いのひげおじさんみたいになんかの、不細工な中学生からスタートみたいな人ってあんまりないんですけど、で、その赤ちゃんとかって眠い時寝るんですよ。まあ当然ね。で、子供も眠くなると寝るじゃないですか。なので、生き物って基本眠くなったら寝るんですよ。で、眠くなったのに寝ないっていうおかしなことをし始めるのって、だいたい中学生ぐらいからなんですよ。で、それってその要は、あの、例えば、あの、まあ、お酒を飲むとか、そのタバコを吸うとか、辛いものを食べるとか、体に悪いことをし始めるのって、大体その中学ぐらいの理性がついてからなんですよね。要はその本能って辛いものは危険だから食べるなとか、臭いものは危険だから食べるなとか、その、じゃあお酒とか苦いから食べるなっていうので、割と本能に従っていくと、体に健康な状態になるんですよ。でもその本能を乗り越える理性っていうのは中学ぐらいから手に入れるようになっちゃって、でその結果寝た方がいいよねっていうのは体にあるのに、その本能に逆らうようになるんですよ。で僕は割と本能に逆らわないんですよ。あの今日日本時間の9時ぐらいからミーティングがあって、で12時半ぐらいから別件のミーティングがあったんですけど、で、その、12時ぐらいまで起きなきゃと思って、こう、ソシャゲとかやってるうちに、あの、寝ちゃって気がついたら深夜3時だったっていうのがあったんですけど、っていう感じで、その、割と僕は眠いと寝てしまうんですよ。で、でもなんか、うん、なんかそこのなんか、理性でそれを乗り越えるというのを、やることのメリットがあんまり感じないんですよね。なんか、眠い時に寝た方が、あの、体調いいですよ。いや、まあ、その、あの、待たせてしまったので、その人に対しては申し訳ないなとは思うんですけど、はい。それはそれでね、あの、次回なんとかします。なので、あの、眠い時に寝るっていうのは、あの、もしできなくなってるとしたら、習慣でもやるようにした方がいいと思いますよ。まあ、なんか多分その、寝ない理由が、多くのその、社会人って仕事なんですよ。で、あの、仕事のために寝ないとかってやるんですけど、仕事って結局その、お金をもらうためにやる場合がほとんどじゃないですか。まあその、なんか、漫画描くのが好きでめっちゃ漫画描くの楽しい、だから眠らないとかっていうのは絶対ありだと思うんですよ。趣味だったら。ただあの、お金のために寝ないっていうのであれば、それ長期的に損すると思うんですよね。その、まあ、ある程度パフォーマンスを発揮するには寝てた方が、まあ、あの、単純作業別ですよ。あの、ひたすらそのライン工みたいなので、誰がやっても同じことをやるっていうのであれば、寝ようが寝てまいが、パフォーマンスは変わらないんですけど、ただ、パフォーマンスが変わらない仕事は、1年間続けても給料増えないですよ。なので、その仕事は今すぐ辞めるべきです。まあ、あの、その時給がいいから続けてお金貯めてますっていうなら、お金貯まるまでやればいいと思うんですけど、その、人生長い間、その時給が上がらないような仕事をずっとやり続けるのは良くないと思うんですよ。
で、仕事やる場合って、ちょっとずつなんか給料だったら売り上げが上がるようなしたことをした方が良くて、で、その場合ってその、やってることのパフォーマンスがだんだん上がってった方が、まあ短時間で納品できて、その短い時間で稼げるようになるとか、その、じゃあ絵が上手くなって、そのクライアントが喜んでくれるから新しい仕事が来るとか、その、能力がある程度高くなったりとか、成果が上がるようなことっていうのをちょっとずつ積み重ねることで、その、時給の単価が上がったりとか、その勤務時間が短くなって得したりってなるんですよ。なので、そういう形で、その、どう頭を使って改善していくかっていうのをやらなきゃいけないんですけど、その時って、頭を使う行為って、寝てないと効率悪いんですよ。もちろん、寝てなくても頭は回るんですけど、寝てる方が頭は回ります。これ多分ね、反論はないと思うんですよね。あ、別にエンジニアじゃなくても、じゃあ絵描きさんでもいいんですよ。じゃあ、鋭角っていうので、じゃあその、まっすぐな線っていうのを、定規も使わないで、100回書き続けてくださいっていうのを、まあ、寝起きの時できるじゃないですか。で、48時間起き続けて、徹夜して、まっすぐな線を100本書いてくださいって言った時に、寝起きの時の線と、徹夜の時の線で、絶対徹夜の時の線のがブレてるんですよ。で、それって、要は、線がブレてるってことは、自分が描こうとしてる絵が、頭の中の理想の絵っていうのを、紙の上で再現するときに、線がずれちゃうわけじゃないですか。で、そうすると、たまたま線がずれてるからいい絵だよねってなったとしても、もうそれ再現できないんですよ。なので、要は自分の頭で思い浮かべる最高の絵っていうのは、きちんと線で表現できるっていう、その手が思い通り動くっていう状態にすることで、いい絵っていうのが作れるんですよね。で、じゃあ、その絵が、まあ、あんまり受けませんでした。じゃあ、こういう風な絵に変えたらどうだろうって試行錯誤をして、で、うまく受けた絵があったらその方向に持っていくと。で、その方向に持っていくための頭の中の理想の絵っていうのをちゃんと綺麗に再現するためには寝てないとできないんですよ。なので、要は自分の脳で思い浮かべた絵をきちんと紙の上に再現するっていうのをやるためには必ず睡眠時間が必要ですと。で、もちろんその寝ないで納品した結果、なんとか仕事はこなしたかもしれないけど、それってあんまりじゃあ可愛くないよねとか、そんなにいい絵じゃないし面白くないよねってなって、長期的な評価でいくと、あんまり評価には結びつかない可能性があるんですよね。要は納品してくれたからお金払うしありがとうなんだけど、でも別にこの人にじゃあ2倍のお金払ってやってもらおうとは思わないよね、みたいな。なので、長期で考えると、ちゃんと寝て遅刻した方がいいと僕は思うんですけども、はい。修士郎探検隊って今何やってるんですか？Google Meet で久しぶりに修ちゃんと話をしたんですけど、なんか映像を出してなかったので、どれぐらい痩せたのかよくわかんないですね。なので、もしその、まあ、LINE 校大好きですっていう人がいれば、まあ、それはそれでいいんですけど、大抵の人生って重要なのは質なんですよ。量と質でいくと、質を追求した方が、要は結局人間の時間って限られてるんですよ。大体多くの人って80歳ぐらいまでしか生きられないんですけど、で、80歳まで生きて、じゃあ8時間働いて8時間寝てってなると、自由な時間って、残り8と8で16だから残り8か。残り8時間ぐらいしかないわけですよ。で、じゃあ20から、80まで60年があって、その8時間っていうのが自由な時間ですよと。で、そこのじゃあ自由な時間っていうのが、その、寮で働く人は、普通の人は8時間で終わるところが、12時間働きますとなると、実は人生の猶予のうちの半分を失うんですよ。要は普通の人が8時間の猶予っていうのがあるとしたら、その要は4時間多く働く人って、人生半分、要は4時間分損してるので、人生半分損してるんですよね。なので、40歳で死にましたっていう人と一緒なんですよ。なので、なるべく量じゃなくて、質で労働時間を短くしたりとか、同じ時間働くけど給料多いとかにすると、その、じゃあ、例えば、ひよりさんみたいな、その頭の悪い人だと稼ぎも少ないので、8時間働いたとしても、なんか、せいぜい時給500円だから4000円しかありませんと。で、じゃあ、その、4000円で楽しい生活するかっていうと、なかなかきついわけですよ。なんか小麦粉となんか油とかしか食えないわけですよ。なんでひげやりさんで小麦粉とか油ばっかり食ってあんなブクブク取ってるんですけど、でもお金があるとなんか野菜だったり魚だったりとか、そのヘルシーで美味しいものが食えるんですよ。なので、その、ある程度お金の払いのいい仕事をして、美味しいものでヘルシーなものを食べてる方が人生幸せだと思うんですけど、まあ好き好んで小麦粉とか油食ってるデブもいるんで、まあそれはしょうがないですよね。はい。激務の後はアドレナリンが出すぎて寝られません。眠剤に頼らず寝られる手段はありますか？半身浴はした
しています。疲れで頭が回ってない文章ですいません。頭がすごい回ってアドレナリンが出てる状態であれば、筋トレしまくってください。筋トレしまくって体が疲れると、体が動かなくなるので、うわ疲れたって横になってるうちにだんだん眠くなったりするので。あと連想式睡眠法っていうのがあるんですけど、もともと英語のやつなんですけど、日本語版で説明をすると、じゃあ例えば、じゃあ、つくしっていう3文字を頭に思い浮かべてくださいと。で、つから始まるものを単語を何か思い浮かべてください。つってあんまねえな。つくしやめよ。何しようかな。きゅうりにしようか。じゃあ、きゅうりで、木から始まるのを思い浮かべてください。じゃあ、汽車とか、木とか、記憶とか、筋肉とか、ツイッターがあったね。まあいいや。っていうので、映像と一緒に思い浮かべてください。その筋肉だったら筋肉を思い浮かべるとか、そのなんか黄色いハンカチだったら黄色いハンカチを思い浮かべるっていう感じで、一つ一つ目をつぶって映像を思い浮かべて、で、ただ木で始まる単語なんですけど、条件として前に思い浮かべたものにつながるものを思い浮かべてはいけません。要はその黄色いハンカチの後に黄色いズボンはアウト。要はその黄色がつながっちゃうから。っていうので、全くつながらない木で始まる単語っていうのをひたすら思い浮かべるっていうのをやって、で、木でもう全くないわってなった時、次、キュウリの湯っていうのを目つぶってイメージするっていうのを順番にやっててください。で、これね、僕その、寝ようと思う時に、やることはあるんですけど、2個目の単語に行ったことがないんですよ。今これどういうシステムかっていうと、人間の脳の中で関連しているものを思い浮かべている時っていうのは、人間の脳はちゃんと覚醒してものを考えようとするんですよ。でもその金玉じゃねえよ。まあいや、黄色いパーカーの後にその金玉とか思い浮かべたとすると、全然関係ないことを思い浮かべてるんで、あ、こいつ今バカになってるなっていうのが脳も気づくんですよ。要は、関連性のあるものを探すっていうのをやる必要がなくて、単にバカな状態で頭回してるなっていうのを脳が気づくので、なので、その脳がもういいわ、寝ちまえっていうので、そのアルファ波を出すんじゃなくて、ベータ波とかの、要はリラックスな方にその脳波が動くらしいんですよね。で、その結果気がつくと寝ちゃうっていうのがあるので、なので寝れない人は連想睡眠法っていうのを試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。It's our fault or your fault? Whose fault? Okay, okay. Choose. Whose fault? No. いや、帰ってやめましょう。家でいいのつないでんすよね。どこ帰るんですか？